ブアカオ VS ペトロシアン。まあね、そのペトロシアンのローキックをどう削っていくかって、カモネです。ブアカオ VS ペトロシアン。バカオで、バカオ2戦目やから、今9連敗中で、バカオが、バカオでしか勝てる気せえへんもんな。もうこれはキックで当てていくということと、相手のローキックを当てられんようにするっていうところ。変にもローキックはもう捨てる。なぜかというとローキックはカットされる恐れがある。ミドルはないからな。今ええ感じでいっとんねん。この距離的にあんまりいけへん方がいいな。おお、めっちゃ蹴ってくるやん、ローキック。今、ええ感じでミドルガンガン蹴っとるからな。Try some serious power in that kick, but misses.よしよしよし。Slightly deflected. この単純作業でいくか。もうな、ペトロシアンの距離に入ったら絶対負けん。この詰められた時は逃げる、逃げられへんの、逃げさせてくれへんの。この後、キック。急に飛び込んできてのフックに気をつける。そうそう、このカウンター狙いな。あー、あれ怖い、あれ怖い。今でもどちらかというとバーカーペースや。よし、結構ミシミシ当てたほうがいいな。なんかカット、そんなええタイミングでカットできるかいいときにカットするかな、相手。よしよしよし。もうこれ9連敗で終わりやな。よし。あかん。どっちやろ。頭部へのヒットダメージだけで言うと、正直、ペトロシアンのが当てとかな。こっちもミドル中心やな。ちょっと腹弱ってきたんちゃう。よし、最後もはい、ええの当てたな。あー、ちょっと微妙。あー、ダウン奪われてないで言えばやな。あー、これ当たってはないな。腕でちょんとカッされた。あー、レバーや。Some really well placed strikes on display in that round. Second round here. Battery at 10% is still here. This round, you gotta think he's probably still hurt from that last round. He's gonna want to move and avoid taking damage early. あ、調子になったかんで、距離取って、でこれを単純作業をどん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 続けていかな。おし、おーし、悲鳴を上げてますね。おーし、お、これで9連敗で出してない。これ10連敗もないな、これで。右の腹に赤い、
負けた。詰められたからね。距離たまだ。このプレッシャーに負けたから。よし。腹痛めた時ほど頭に入るからな。あ、ダウン取られた。ちょっと足やられとんな。こっちも足やられてるけど、いやちょっと怖いな。カットはちゃんとしていかなか。なんでこんな足食らうんやろな。相手のローキック強いんやな、これ。ペトロシアンの。連敗脱出、止めたのはブアカオ。ついに膝入ったな。最後ボディの膝で倒すっていう。うわー、左膝。しかも悶絶や、前に倒してるからな。カウンターで入ったんだ。悶絶や。さあ、やっぱ最後倒したのバーカーやったら、やっと止めたベトロシアン。よし、いやー長かった。これはもうちょっと再生リストまとめとくか。なんでベトロシアン負けとんのにこんな笑っとんの。 TKO 負けやぞ多分。ブアカーはこの攻め方やな。ボディを解体していくという。やっぱりでも、ただペットロシアのローキックが強かったから、ちょっと最後らへん危なかったな。こっちカットされてへんのにあんだけ足痛んどるからな。もうカットで痛んでないってことは、相手のローキックだけで痛んどるってことやから。やっぱ言うことはそうやな。やっぱ腹にめっちゃ当てまくったな。こんだけ当てなかったな、ボディ倒すってやった。これはでも多分干渉ちゃうか。うん、完全に攻略したもんな、ペトロシアン。9連敗中の相手やったけど。なボディだけやもんな、ほぼ。他の何もほぼ攻めてないのもんね。たまにそこでヘッドに当てとうからが、ボディもまた入んねやろな。ということで、ペトロシアン、ゴールドインペトロシアン。これはバイバイや。まあ、これでまあ、また今度違う相手を、どんどん、なぎ倒していこうかなと思いますね。UFC 山本。はい。あ、負けとるやん。負けとるやんけ。ジャッジスコア第1ラウンド負けたやんか。バイ。